こんばんは。どうも僕たちがブザーでーす。今回またねリモートの企画ということでブザープロデューサーケンドットが司会を務めさせていただきます。よろしくお願いします。緊急事態激白宣言の続きをお送りしたいんですけども、前回はね食に関するあの激白をしていただいたんですけども、うん、今回題して愛してやまない一人の時間、おうち時間に対して皆さんの熱量がどこに向いてるのか、一人の時間が絶対にないとダメっていうメンバーも苦手っていうメンバーもいるんじゃないですか。一人苦手だよっていう人いますか。絶対千葉ちゃん。いやシャルフィーじゃない。あシャルフ君ね、昨日の夜ね4文字で寂しいって LINE 来た。すげえってことがあった。ちなみにみんなうちにいる時何してるんですか。一人じゃないんだよ俺、コニちゃんいるし。え、まああとアニメ見たりドラマ見たりとかかな、はい、で特殊な過ごし方してる人いる誰か。まあ多分千葉ちゃん家でカフェラテ飲んでると思うんだよな。いやなんか最近俺パソコン新しくしまして、でそれで見るネットフリはもうすごいね。あーなるほどね。今見てんのがドラゴンクエスト、みんな知ってます？ドラクエのアニメがやってて今。大の大冒険。大の大冒険。あれ小学生が見るやつって聞いたけど俺。大の大冒険見てんの？大の大冒険見てる。意外俺も見てるよ。大の大冒険、俺が小学生の時に見てたからっていうぐらいの50年前の話やん。めっちゃ大昔だ。うち基本アニメ見るよね、全員。そうだよね、うん、そうだね。あ、そうだね。ドラマとかっていうよりかはなんかアニメをみんな見てるイメージがある。好きなアニメ行こう。じゃあ最近のアニメでピピピってきたのが進撃の巨人。はい、もうはいってなった。さらだ。小江ちゃんが何も出ねえよのなんかの撮影の合間で進撃の巨人がめちゃくちゃ面白いんだよって話をしてて、全部見ようと思って、そしたらもう巨人になって戦うっていうだけの話じゃなくて、めちゃくちゃ奥深すぎてすごいなっていう。ちなみにさ、進撃の巨人見たことあるよって人いる？多分みんな見てるでしょ。はい、逆に知らない人いる？進撃の巨人をもう掲げてるやつがいるからね、一人。うん、今さ、毎週日曜日にさ、放送されるのよ、うん、次放送される部分ちょっと見せるよね。ねダメだから。あの多分みんな多分知らないと思うんだけど、エヴァンゲリオンって知ってる？日本中が知ってる。どういうやつ？みんな知らないと思うんだけど、あの紫でっかいやつがさ、こうやって戦うやつっていうアニメ。あ、そう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 、初号機ね。紫でっかいやつ。紫でっかいやつ。新エヴァンゲリオン始まるからっつって見ようと思って、エヴァ、エヴァ面白い。よくわからんけど面白い。基本的にはよくわからん。そもそも、そもそもめちゃくちゃ面白いアニメで、そもそもで、なんか最終回になったりしたで、やっと今年になって、エヴァンゲリオンが最終回になった。だからやっと最終回見れる。だからエヴァンゲリオンのアニメの時めちゃめちゃ喋るじゃん。ね、アニメ、アニメの先生。他はテンスラの2期始まったよね。いや、それ見てる、マジで面白い。あ、始まったんか。そうだよ。ゼロから始まる、異世界生活。あ、リゼロもやってんだよね。リゼロだね。あ、リゼロね。流行ってるで言ったら、呪術廻戦なんじゃないの？呪術廻戦。なんで、なんで今まで出てこなかったんだよ、呪術廻戦がよ。怖い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 。え、ねえ。五等分の花嫁見てないの、みんな。あ、見てないね、まだ。あまり興味ない。いや、みんな、声優マジやばいから。ジャンプの漫画のドクターストーンっていう。あ、マジおもろい。めちゃくちゃおもろいね。あれ。普段やったわ。でもあれじゃない、約束のネバーランドとか面白いんじゃない？おもろいね。あー、おもろいね。ジャンプさすが。ジャンプはもうすごい。ジャンプはすごいよ。最近で言うと、怪物事変。わかります？獣？獣か。獣って読むやつな。あれ面白いよね。あれおもろいよな。面白い。多分ブザーのご飯の人は多分ゆうやのインスタのストーリーを見れば、その今期のおすすめのアニメっていうのがわかる。なあ、そう。これそれで俺もそれ見ても。俺もそれ見てる。いやにしてもみんなアニメ語れるな。みんなでもさ、なんかアニメ見るけどさ、ゲームやんないよね。やらないね。最近あんまやってないね。やんないんだよな。最後に一番ちゃんとやったの動物の森だな。最近買いました俺。あ、1個。え、何買ったの？桃鉄。はい、俺も桃鉄やりたい。オンラインで、なんか知らん人とやれるのよ。そうそうそう。そうなの？コンピューターよりさ、頭使ってくるからさ、めっちゃムカつくのよ。
ちょっとぶっ壊しそうになっちゃった、ちょっとね。シャルビーなんか一生なんだっけ、あのなんだっけ猫戦争みたいな。あーあーやってねー、猫大戦争一緒にやってるやん、一緒やってるわ。こんだけ継続できてるのがすごいと思う。すごいと思う。なんか楽屋とかでさ、合間でさ、ずっとさ、ジャンチッチッデンチッチッってずっとなんか、パシャン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 ってずーっとやってるからさ。ちなみになんですけど、アプリのゲームで、エンドレスフロンティアっていうゲームがあって、俺それ昔から結構やってて、今ランクが750ぐらいなんですけど、もしこの YouTube を見てエンドレスフロンティアやってるよって人いたら、ちょっとあのコメントください。聞いたこともないのよ。あ、じゃあというわけで、本日はですね、はい、お家の過ごし方というよりもほぼほぼアニメのご紹介になります。アニメでした。確かにアニメの話だ。はいはいはい、アニメでした完全に。まあね、お家の時間はね、あの皆さんぜひアニメとかを見たりとか思い思いに過ごしていただけたらと思います。はいはい、はい、ここで千葉ちゃんお知らせよろしくお願いします。はい、というわけでいろんなアニメありますが、ブザーっていうストーリーが一番面白いと思っております。千葉です。よっ、ブザーと ZEP、 まあアニメでいうところのね、最終話みたいなところに差し掛かって、あ、はいはいはい、差し掛かってます。それをぜひね、皆さんに見に来ていただきたいので、あの、はい、詳細はこの後に流れる VTR をご覧ください。はい、僕ら出会った。ファイントが最高、言っとくけど遊びじゃねえぞ。絶対叶えてやるマイドリーム、絶対足りねえぞ。熱がいいとこへ伝えた。あのことより今を楽しむことだけ考えていれば OK。 Let's go away。はい、タクです。僕の一言はこちら、ででん、ついにやっととうとう五大ドスラーが始まるぞ、イエイ。シャルフです。俺が選んだ言葉はででん、元気100倍アンパンマンということで、はい、バイクマンを倒して頑張ります。はい、シュンビです。今回掲げてるテーマはこちら、好きの再認識。好きって言ってください。ゆうやです。ファンのみんなを楽しませるように頑張ります。僕の導き出した答えはこちら。頑張るぞ。はい、小平です。僕が選んだ言葉はこちら、芯です。はい、ということで芯を持って頑張っていきます。はい、千葉ちゃんです。僕がこのツアーで掲げている言葉はライト、光です。マジで輝きます。皆さん待ってます。ハウです。僕の意気込みはこれ、ハッピネス、ハピネスウィー。2月22日から五大都市ツアーがスタートします。皆さんぜひ遊びに来てください。来てねー。え、英語っぽい。違う、いいじゃんこれ。違う。みんなでいいよ。せーの、来てねー。というわけで、このブザーというストーリーのラストスパートを作るのは君だ。はい、やべえ、寒くなってきた、なんか暖房つけや、暖房切れたかな。